それではただいまから定例記者会見を始めさせていただきます。はじめに、仮称道の駅白石基本計画を作成について山田氏に概要を説明させていただきます。よろしくお願いします。はい、皆様おはようございます。定例記者会見にお集まりいただきましてありがとうございます。それでは座って説明をさせていただきます。よろしくお願いします。それでは、仮称道の駅白石基本、計画の策定について、説明をさせていただきます。仮称道の駅白石基本計画につきましては、昨年9月に策定いたしました仮称白石中央スマートインターチェンジ周辺整備基本計画に基づき、道の駅およびスポーツレクリエーション施設を一体的に計画することで、各々の施設の役割、機能、施設配置を連携させた計画に位置するとともに、今後地域に根付き活用増進が図れる施設整備を目指して基本計画を策定いたしましたので公表をさせていただきます。スマートインターチェンジおよびスマートインター周辺整備につきましては本市にとりまして大変重要な事業となっております。人口減少が続く中でしっかりと白石の魅力を発信し安全安心に暮らせる街づくりを進め人口流出を食いとどめるとともに新たな人口流入のための未来への投資が必要であると考えております。現在の道の駅の道の駅は地域の個性や活力を生かして道の駅自体の目的地化が進められており地方創生観光を加速する拠点となっております。また激甚化する災害に対応するために防災機能を有した道の駅も多数整備されております。本基本計画ではスポーツレクリエーション施設を防災公園として道の駅と一体的に計画し災害時にはスマートインターおよび国道4号に隣接した立地特性を生かした地域防災拠点整備による防災機能の強化を目指すとともに PFI 手法を活用し民間のアイデアを取り入れ魅力ある道の駅を目指すこととしております。このような思いを込めまして道の駅基本計画を策定いたしましたので今後市民の皆様とともに整備に向けて推進してまいります。また地域防災拠点として整備を進める道の駅に接続する市道につきましても無電柱化を進めるため無電柱化推進計画も合わせて策定をいたしましたので道の駅基本計画と合わせまして詳細につきましては担当職員より説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、それでは仮称道の駅白石基本計画につきまして説明をさせていただきます。お配りしております仮称道の駅白石基本計画概要版の方で、説明いたします。まずは市長からのお話がありましたけれども道の駅基本計画の対象となる計画地につきまして、この基本計画におきましては道の駅とするのは昨年9月に策定しました仮称白石中央スマートインターチェンジ周辺整備基本計画において道の駅エリアとしていた、左上の拡大図のところでオレンジの、区画のほか緑色で着色しておりますスポーツレクリエーション拠点エリアを加えたエリアを、この仮称道の駅白石基本計画における道の駅の対象地としております。整備コンセプトにつきましては近年の豪雨災害地震災害などで白石市においても毎年のように災害が発生し市民生活に影響が出ていることからこの仮称道の駅白石基本計画におきましては通常の道の駅としての機能に加えまして防災色を強く取り入れ市民生活を守っていきたい安心して生活していただきたいという意味も込めました
コンセプトとしまして白石の魅力発信、地域の、地域と文化の交流による新たな価値を創造する地域防災拠点ということにしております。配置イメージにつきましては、概要版の裏の方に記載しております。施設配置に、左側のページですね、施設配置の計画とその下にスポーツレクリエーション施設防災公園の導入案という形で掲載しておりますけれども、特にスポーツレクリエーション施設につきましては通常時と災害時において使い分けられるイメージを考えております。これら道の駅施設とスポーツレクリエーション施設を合わせた、本多少道の駅白石基本計画の概算事業費、裏面の、概算事業費11コツ概算事業費のところでございますけれども、用地費造成費を除きまして、道の駅施設で約22億円、スポーツレクリエーション施設が約20億円としまして、これら道の駅スポーツレクリエーション施設の整備運営につきましては民間活力を導入した PFI により実施する予定でございます。表側に戻りまして、スケジュールでございますけれども、今年度から来年度にかけて、PFI 事業者の公募、事業者の決定を行いまして、PFI 事業として進めていきたいと考えております。続きまして、白石無電柱化推進計画の概要版をご覧ください。今般ですね、白石市におきましては、この防災を核とした道の駅白石基本計画の公表と合わせ、より道の駅の防災機能を高めるという目的で、白石市無電柱化推進計画を策定しております。この無電柱化計画推進計画におきましては、新たな白石市の玄関口となる場所は白石中央、スモアトインターチェンジの周辺のみならず、白石の顔ともいえる白石中心部においても無電柱化を進め、景観などの改善により市街地の活性化を進めるとともに、スマートインターチェンジの設置に伴う効果をより広範囲に広げていきたいと考えております。計画路線としましては、道の駅の前面の仮称白石中央工業団地線と JR 白石駅と白石市役所を結ぶ路線のうち、県道部分を除きましたスマイル広場から白石市役所までの市道東工事線ほか一線について、令和13年までに事業着手するという計画となっております。以上です。ありがとうございました。それでは、この件に関しまして記者の皆様からご質問がありましたら、ご質問いただきます。質問ありますでしょうか。していきたいというところでございます。
ありがとうございました。その他、この方でご質問どうございますでしょうか。でしょうか。はい、それでは質問の内容ですので、以上で箇所の質問を一緒に行こうと思って、続いては終わらせていただきます。じゃあ、ここで反省から本に向かいたいと思います。紹介をください。それでは、続きまして、学生会員の提出事案について、山田君から対応をお話しさせていただきます。はい、それでは、9月定例会におきまして、条件をさせていただく議案等について説明をさせていただきます。人事案件が1件、決算認定が2件、条例一部改正が3件、指定管理者の指定が2件、補正予算が4件の合計12議案でございます。今回調停しておりますこの補正予算でございますけれども、集会所等の建設事業の補助金であったり、また新型コロナウイルス、これはオミクロン対応のワクチンの接種事業、また地震、そして大雨の災害の復旧事業などの予算を調整をしているところでございます。それでは各議案の詳細につきましては、副市長より説明をいたします。おはようございます。それでは私の方から議案の概要を説明をさせていただきます。まず54号議案でございますけれども、人権要員の候補者の推薦につき意見を求めることについてということでございますけれども、現在人権擁護員については9名いらっしゃいますけれども、そのうち2人の方がお辞めになるということで、その後任としてお二人の方ということで議会の方に提案をするものでございます。それから55号議案の関係が決算の関係になってございます。一般会計、特別会計ございますけれども、一般会計の方をお話をさせていただきますと、歳入決算額が194億4186万円という形になっておりまして、一般会計については前年のうち比べて 7.0% の減と、それから最終決算額については185億2467万円ということで 8.5% の減という形になりまして、差引残高が9億1718万円という形になってまいります。このうち最低剰余金が6億3573万6千円ございますので、基金の方に3億1790万という形で、計上をさせていただくという、そして残りについては、今年度に繰り越しという形になってございます。それから水道の関係が出てきております。水道の関係56号議案でございますけれども、3年度の会計利益の処分及び決算の認定、それから下水道の決算の認定という形で出てきているのが56号議案の関係でございます。それから57号議案でございますけれども、白石市議会の議員定数の条例の一部を改正する条例ということで、地方自治法第74条第1項の規定に基づき本条例を改正するよう求める直接請求がございましたので、8月22日に受理をしております。同条第3項の規定により意見書をつけて付議するものでございます。これはにつきましては、議案書この市議会定例議案の中の4ページの方に57号議案ということで、4ページから9ページがこの関連の内容でございます。続きまして第58号議案、白石職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございますけれども、こちらにつきましては昨年の8月10日に人事院が行った公務員の人事管理に関する報告および国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申し出の中で明らかにされた国家
公務員に関わる妊娠、出産、育児等の等と仕事の両立支援のために講じたのうち、伊勢講であった育児休業の取得回数制限の緩和、それから育児参加のための休暇の対象期間の拡大の措置ということが、この10月1日から施行されることに伴いまして、地方公務員法の指針をとって、適切に対応するため、条例が一度改正するものということで、主な内容としましては、育児休業の取得回数制限の緩和、それから、非常勤職員の育児休業取得の要件の緩和ということが、2つ大きく出ております。それから、第59号議案でございますけれども、白石市の市営住宅の管理条例の一部を改正するという条例でございますけれども、こちらにつきましては、市内の白川地区に市営の小枝山根住宅というのがございましたけれども、建築が昭和30年に建築された建物でございまして、いわゆるその政策空き家として管理をしてまいったところでございますけれども、最後の一人の入居者の方が退去されたということで、同住宅を解体撤去したことに入れまして、条例の一部を改正するものでございます。それから第60号議案、そして61号議案でございます。この2つについては意思定管理者の指定ということで、宮城沢を白石スキー場、それから、その敷地にあります南沢の休憩所、こちらの方を、NPO 法人の富豪あざらやにですね、引き続き指定管理をお願いするという内容のものでございます。続きまして、第62号議案でございますけれども、一般会計の補正予算第5号でございます。補正額が4億5345万5000円でございます。それで、お手元に、お配りをさせていただいておりますけれども、まず停止日ということで、集会所等の建設事業の補助金でございます。この中に1051万6000円の中に、3カ所ほど今回、対象になっているところがございますけれども、その他にその今回までのこの集会場等の建設補助金については、現状パイプとしての補修、それから修繕等が補助対象外というふうになってございましたけれども、近年の災害等でですね、修繕等の相談も多く寄せられているというようなことも鑑みまして、補修や修繕にも一定の補助金を交付するという形に変化していただくというのことで、補助金を、大体800万くらいを今現在で、見ているところでございます。それから、別紙2の方でございます。新型コロナウイルスオミクロン株対応ワクチン接種事業ということで、1億6000万ほどを計上させていただいております。オミクロン株対応ワクチン接種事業の開始に向けた現時点の状況では、初回接種を完了したすべての住民を対象として実施することを想定しております。今後開催される厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会で正式決定後に、早ければ10月半ば以降から事業開始を予定している接種体制の予算を確保して今計上をしているということでございます。初回接種完了者対象者は白石2万8000人ということになってございます。それから森林経営管理推進事業別紙3でございます。ご案内のように森林環境税、森林環境譲与税が創出されまして、白石も対応しているわけでございますけれども、本市では森林の荒廃を防止するために林業の成長を図る目的で、令和元年度から始まりました、森林経営管理制度に基づきまして、森林経営管理推進事業としての取り組みを進めておりますが、
さらなる事業の拡充を求めるため、林業経営者等に委託する事業費を計上いたしております。これについては1388万円という形でございます。それから学校施設点検事業60万でございます。別紙の4をご覧いただきたいと思います。昨年の4月の白石第一小学校事故を教訓としてですね、取り組んでいる学校事故の再発防止対策の一つである専門家による学校施設点検について、一般社団法人宮城県建築士会白石勝田支部のご協力をいただき、実施するために補正予算に点検手数料を計上したものでございます。市教育委員会が管理する学校を4グループに分けまして、毎年建築士会と市立職員による点検を行う計画としています。これによりまして各学校は2年に1回専門家による点検を受けることになります。本事業によりまして自己調査委員会からの提言1として答申のあった多面的な視点による点検を一層推進させていただきたいというふうに思っております。それから農業施設、公共土木施設の災害復旧事業980万円でございます。こちらについては別紙5でございます。本年の6月から7月にかけまして大雨警報、土砂災害警戒警報情報等によりまして、夜豪雨によりまして県内でも甚大な被害が発生し、本市におきましても6月6日から7日にかけての降水量は24時間雨量で150ミリ、時間最大20ミリを超える大雨となりました。こういうことに鑑みまして、その被害を受けた部分についてですね、今回予算を計上させていただいているところでございます。それから文教施設の災害復旧事業3294万7千円でございます。こちらについては別紙6でございます。これは本年3月16日の福島県沖を震源とする地震によりまして、被害を受けた旧白石市立南中学校および旧西川小学校体育館の災害復旧に関わる事業費ということで計上しております。また本年6月6日から7日の大雨によりまして東中学校のグラウンドがのり面グラウンドの両面が崩れる被害があったことから、今回合わせてこの予算で対応しようとするものでございます。それから63号議案、国民健康保険特別会計補正予算と64号議案、介護保険特別会計補正予算、そして65号議案の後期高齢者医療特別会計補正予算については、前年度からの繰越金で対応しようとする事業を計上させていただいたということでございます。以上、簡単に概要を説明させていただきました。よろしくお願いいたします。それではですね、この件に関しまして、下の皆様からご質問がありましたら、ご質問をいただきます。顔聞いていただきます。補正の関係の中で、学校施設点検事業なんですけども、今回、中身についてもう少し詳しく説明していただけるかと思います。おはようございます。じゃあ、私の方から。説明をさせていただきます。まあ、お手元の別紙4の通りでございまして、市内の小中学校幼稚園を4グループに分けまして、各年で、専門家、まあ、一般社団法人宮城県建築士会白石勝田支部の皆さんのご協力によって行う、そしてあと市の技術職で行うということで、まあ、2年に1遍は専門家による点検を行うと。で、点検の場所でございますが、基本的には、学校保健安全法施工規則の28条に基づいて、学校が行っている学校敷地内の点検に準ずるということにしておりまして、具体的にはですね、
校舎の中の柱でありますとか壁などの構造物のほかに、バスケットゴールでありますとか低用途、まあ、いわゆる非構造部材といわれるものもこの点検の中には含んでいるということでございます。で、あと専門家が入らない都市の学校につきましては、学校とですね、教育委員会が合同で、点検をするというような形にしております。以上でございます。具体的にはその見つかって異常があればもうすぐ利用停止するとか立ち入り禁止にするとかそういった措置を取っていくということでしょうか。当然のことながら子どもの命安全が第一でありますので、その点検の状況によっては、まあ、修理撤去それから使用制限等は当然行っていくということを前提にしております。自己調査委員会からの提言含めて、まあ、一つ一つその作業を進めていると思うんですけども、現在の進捗状況、これをもって一つとりあえず完成という形になるのか、まあ、その辺の認識も聞かせてください。はい、100% かどうかということについては今後、まあ、とりわけ今回お示しした点検事業については、まあ、経験則がないところでやっていくわけなので、まあ、やりながらということはございますが、自己調査委員会から示されたものについては、まあ、これで終わりということに、あと現在、教職員に配布するマニュアルの印刷物については、まあ、これは予算が当初でされておりますので、今進めておるというところで、まあ、示された、自己調査委員会から示されたものについては、まあ、これで終わり、ちょっと言葉あれですけれども、まあ、一段落ということだろうというふうに認識しております。それはその他にご質問等ございますでしょうか。読売新聞直樹です。そちらの、学校施設点検事業に関しまして関心ご質問させていただきます。9月の議会に提出されます60万円ということですけれども、これは令和4年の分という認識でよろしいのでしょうか。令和4年度分でございます。よろしいでしょうか。もしもう一点お願いします。建築士会点検と新技術職員点検とありますが、それで一級建築士の資格を持っているというそういう、ご説明をいただければと思います。建築士会については基本はそのような資格を持っておられる方、私においてはですね、準ずる資格をお持ちの方というような認識でございます。建築士会は一級建築士の方いらっしゃるというふうに聞いておりますので、そちらの方が中心にということで考えております。ありがとうございます。最後に私の認識が間違ってたら大変恐縮なんですけども、学校のそういった、安全点検に関しては毎年1回専門家の点検が必要だった気がしたんですけども、そうではなかったんでしょうか。そうではございませんで、建築基準法という法律がございまして、この一級建築士といわゆる専門家の点検についてはですね、法上は3年に1回という定めが法上建築基準法上はそうなっております。しかしながら本件におきましては学校施設については対象外と言われるのは建築基準法の適用を受けないというふうになっておりまして、県は具体的には学校施設については5階建て以上については建築基準法を適用するということでございますので、毎年というあれでは法上もないですね。重ねて申し上げご質問させていただきます。事故が起きる前までの
安全点検について今一度どのようなことが行われているか再確認させていただければと思います。はい、まずこれは法に定められたわけではありませんが、いわゆる優遇ですね。優遇については年に一度幼稚園それから各学校については点検をこれは従前から行ってまいりました。それから学校のいわゆる構造物非構造物についてはですね、先ほど申し上げました、学校保健安全法施行規則28条に基づいて本市においては法上はですね学期に1回というふうになってますけれども、本市においては月1回、学校の教職員が行ってきて異常があれば教育委員会に報告するという形で行っておりました。ありがとうございます。遊具については年に1回専門家の点検、業者の点検が入っていた。はい、これは従前から、はい、事故の前からそう、はい、非構造物でしたけについては、収支では月1回教職員が行っていたということです。そうです、構造物も含めてです。構造物です。ありがとうございます。それでは、質問を受けますでしょうか。今、学校施設点検の試験ですとか、話していただいたと思ったんですけども、60万円というのは、これ、主に何に使うお金というか、何代として計算していらっしゃるんでしょうか。今回ですね、お手元の資料別使用の通り、 A グループが今年は建築士会にお願いした点検を行う予定にしておりまして、この4校幼稚園1園含んでおりますが、3校プラス1園のいわゆるこの建築士会にお願いする点検料、簡単に言うとですね、その手数料ということになります。あくまでも令和4年度分の A グループの分ですかね、ということになります。でも点検をするのは今おっしゃっていただいた遊具とか施設を点検するという意味でよろしいでしょうか。遊具はすでに先ほどお答えしましたように別のその業者に委託しておりまして、これは全ての学校園で年に一度行っておりますので、今回のこの手数料補正にお願いする件についてはそれ以外、遊具以外ということになります。建物であるとか、それから具体的にバスケットボールであったりとか、そういういわゆる構造物に限らず非構造物についても点検をしてもらうということになります。今の先の事故があってから、このようにして予算がつくというか、学校体制予算がつくというのはこれは少しは初めてという認識でしょうか。私の知る範囲では市としては初めてですし、おそらく県内でもこういう形で小中学校幼稚園を行うっていうのは例は聞いてはいない。ただ三宅県で初めてかどうかということは分かりませんが、ほとんどないのではないかと。この専門家を小中学校に入れて点検をするっていうことはないのではないかという、ちょっと曖昧で申し訳ありません。多分事故が起きてからこういうふうに点検内として予算を計上するというのは市としては初めて。いわゆる遊具以外では初めてです。はい、何かご質問等ございますでしょうか。ちょっと追加で別件なんですけれども、議員数の減少に減少というか、削減についてなんですけど、これは大体現実で投資なんですけど、議論というか、議案を可決する。可決してするとしたらいつぐらいになるんでしょうか。特別委員会で付託するとか、そういう内容っていうのは正式に決まったので付託するとしないとかね。はい、お答えいたします。今日議会運営委員会っていうですね、議会の方での運営委員会がございまして、そこで開会日が9月2日なんですけれども、開会の3日目、9月8日にですね、議案として審議していただく本会議で
侵入して総合対策を決するというふうに決定いたしております。以上です。8日です、ね、9月8日です。そこで採決も行うというふうに今日決めて決まっております。この他にございますでしょうか。よろしいですか。では、ご質問の内容ですので、以上で6月定常会議を提出いただいて終わっていただきたいと思います。その他に記者の皆様から何かあればお伺いいたします。カッタルインの関係だったんですけども、以前からおっしゃられていた指定管理者の公募なんですけども、今月までも残り時間少なくなりましたが、現段階で決まっている、今後のスケジュール、公募いつからなのか、決定はいつ頃なのかとか、そういったものをですね、現時点でいる範囲でやれば教えてもらいたいのと、あとその公募の内容、募集要項ですね、内容についても改めて説明いただければと思います。はい、カタベルの性管理の公募に関わる、まずそのスケジュール的なところを お話をさせていただきたいと思います。公募開始は、8月31日に公募開始をいたします。また本日ですね、白石岡町組合の方からプレスリリースということで、この8月31日から、公募を開始するというところをご案内をさせていただきたいというふうに考えております。また期間といたしましては、9月26日まで、約1ヶ月ですね、をこの募集の期間というふうに定めるということをで進めていきたいというふうに考えております。また要項の内容等についてでございますけれども、大変申し訳ございませんが、詳しい内容等についてはまだ、お示しはできません。あくまでも募集開始となって、要項等を広く皆様に、お知らせすることはできますが、これまで私、記者会見等を通しまして、マスコミの皆様にもいろいろとお話をさせていただいた、内容がこの要項に盛り込まれるというふうにご理解をいただきたいと存じます。よろしくお願いします。まもなく8月31日からということなんですけれども、ようやく長い時間をかけてここまでたどり着いたかと思うんですけれども、市民の関心もどういった事業者の方が手を挙げてどういった病院ができるのかと非常に関心も高いと思うんですけれども、改めましてこの現時点でのその所感をですね、市長の方からお聞かせください。はい、やはりこれまで、病院の方向性につきましては、なかなか、見立つことができず、多くの時間だけが経過し、合わせまして、時間とともに病院の経営状況が改善しない中で、毎月、多額の赤字を発生し、結果としまして、その病院の運営費、86.7% の負担が白石市ということで、この間、白石市の財政調整基金から取り崩しました、補助金、負担金等の支出であったり、また、地元の金融機関からの、一時借り入れによる運転資金の確保、また、コロナ減収寄与債、これは国から認めていただきまして、全国の公立病院を見ましても、20億円を超えるコロナ減収寄与債を認められた病院というのは、買った病院だけでございますので、そういう中で、国からの記載の許可、そういうところで、なんとかですね、
病院運営を続けることができてきたというのが、実情でございます。まあ、本日、まあ、透析を受けられている患者さんの友の会という会があってですね、そういう方々からも何としても勝田病院が、透析をの治療を受けられている患者の皆様にとっては、本当にこの命の砦である、そういうところから、何としてもこの透析ができる環境をこれからも継続してほしい、何としても守り抜いてほしいという、当然これはもう命に直結することでございますので、そういった切実な声も本日いただきました。まあ、これまでも勝田病院の役割としましては、この透析を担っていくということは、大きな柱でございますし、これは本院だけの問題ではなくて、西南地域医療、まあ、この全体にも影響する大きな、ことでございますので、これまでお話しさせていただきましたこの腎臓透析ができる、まあ、環境をこれからも守り抜いていきながら、中核病院との連携を図ってまいります。これは宮城県と、まあ、東北大学で作られた、まあ、連携プランを基軸にしたものでございますので、こういった勝田病院として、果たすべき使命を果たしながら、市民の皆さんが安心して、通院していただける、また入院していただける、そういう病院づくりを民間の皆さんの力を最大限にお借りして、果たしていきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。まあ、これまでの首相会見の中でいろいろその、まあ、民営化した場合の、まあ、病院として、まあ、先ほど言ったようなその腎臓透析だったり中産期医療だったり、まあ、救急もできる限り臨時救急に近づけるという形でおっしゃられてますけども、まあ、なかなか一遍にこう全部できるようになるのか見えるでですね、それとも、まあ、ある程度その順番に列つけて、一つ一つこう整備していくような形になるのか、その辺のイメージをちょっと聞かせてください。はい、今回プロポーザルという形で、さまざまな提案をいただきたいというふうに考えております。まあ、どのような提案になるかというのは実際は募集をしてみないと分かりませんが、まあ、本質としてはやはりこの、まあ、救急医療現状ではなかなか勝田病院に、まあ、救急の要請のあった患者さんを全て受け入れることが今できていない状況にございます。非常に中核病院の方もこの救急の受け入れでは、もう限界に近いんだという声もいただいていることから、やはり私はこの勝田病院で、救急、まずできる限りの救急をですね、まあ、これが、1.5 時になるのか、まあ、2時になるのかというのも含めまして、ここはプロポーザルを通してご提案をいただきたいというふうに考えておりますけれども、やはり、命が大きく関わることですので、この救急医療に関しましては、これはぜひ来年4月公設民営スタート時からですね、全力の体制で、受け入れていただきたいというふうに考えております。そういう中で、まあ、周産期医療、ここも非常に、まあ、重要だというふうに思っておりますけれども、非常に周産期医療に関しましては、産婦人科医の確保であったり、またさまざまなその環境に非常にこう多くの、まあ、準備する、まあ、時間もまた資金的な部分も必要だという話は私も理解をしておりますので、いつ頃からそういった、まあ、体制を整えられるのかということも、まあ、合わせましてこれはこのプロポーザルになりますので、ぜひご提案をいただきたいなというふうに思っております。先ほど申し上げましたように、まずは何としても守っていかなくてはならないのは人工透析、また、やっぱ救急、ここは非常に最も重要な、私は勝田病院の根幹に関わることだというふうに思っておりますので、ここの医療を最重要課題、重点工
項目として、位置づける中で、プロポーザーを通して、まあ、いい提案をいただくことを私自身も期待をしております。以上です。その他ございますでしょうか。ありがとうございます。読売新聞などを掲載かけしてご質問させていただきます。民営化を確保する民営化を目指す方のように関しまして、その透析、自動透析と救急は最も重要な、課題であるというような ご説明がありました。で、集約医療に関してはその、まあ30回の確保などに時間がかかることから提案をいただいてというようなご説明がありましたが、一方で何でしょう、集積医療についてもいずれは必ずこう取り組んでいきたいというか実現させたいというような認識でいらっしゃるでしょうか。はい、ぜひ集積医療の復活は何としても果たしていきたいというふうに考えております。実際市民の皆さんの中ではですね、まあ、臨月になった妊婦さんがやっぱ出産できる病院の近くに引っ越しをされて、まあ、出産を迎えられて、という方がいらっしゃることを私も認識をしておりますし、実際市民の皆さんの中からは、例えば、里帰り出産、実家がある後ろにして安心して、お産をして、また赤ちゃんが小さいうちは、まあ、実家で過ごしたいだというそういったまあ、お母さんだったりおばあちゃんだったりご家族の皆さんからのそういった声も多数いただいておりますことから、たった病院でのこの集積医療の復活、これは市民の皆様も望んでおられることでございますし、本市といたしまして、まあ、現在のこの少子化の中で非常に重要な私は課題だというふうに考えておりますので、そのようにご理解いただきたく存じます。ありがとうございます。もう一点、今回その公募要項の中身について具体的なことに関してはこの場での、ご説明を控えるということでしたが、一方で31日に、公募をかけるということですが、まあ、詳細な中身を、管理者である山田市長としてご説明する機会はまた別に設けられるということでしょうか。はい、まず31日から、募集開始をさせていただきたいというふうに考えて、おりますので、ここで、記者の皆様にも、まあ、要望と開始となれば当然ですけれども、ご覧になって、いただきます。まあ、私とすると、まあ、一語一句その要望等に関して、まあ、説明をする機会というのは今のところ考えて、おりません。まあ、これまで、記者会見等を通しまして、病院の私はこういう病院であってほしいというものを、まあ、皆様にもお伝えをして、まいりましたので、そういった、まあ、内容が要項の方に記されておりますので、ご覧をいただいて、もし、まあ、不明な点があればですね、病院の事務局であったり、お問い合わせをいただければというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。募集要項は、市のホームページであるとか、何か買った病院のホームページであるとか、そういったところで読めるんでしょうか。はい。これは少子化二兆組合として、公募を開始しますので、買った病院のホームページから、ご覧いただけるように、していきたいというふうに今準備を進めております。それでは、この辺でですね、会見の方にさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それではですね、以上で本日の記者会見の方を終了させていただきます。なお次回の開催は9月27日火曜日午前10時からを予定しております。こちらも近くになりましたら取材代行出させていただきます。本日は全国のところありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。